Gym Master Hunters.내게 말하고 뒤쉬 한 손발이 Ugh!
지? 사실 혹대쇼
喉なりて海原深くくくりたれば天をつかずやもろともにして、
刀鍛冶をお探しですか？坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか？私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。お待たせしました。磨き上げましたよ。坂井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。これで我らも安全です。お侍が負けたなんて信じられない。鎧を仕立て直しましょうか。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。道中どうかお気をつけ。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか？癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。
もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。城が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。いや、幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士といい、あれは火事か。あの家から。猛虎だ。ネギを発信だ。私が会うはずであったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。お急ぎください。待て。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を討つまで。戦の前は心を静めろ。待て。Good!
やりました。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。そういたします。よし、影。내기 좀 할 수 있다. 여섯 배. 알지요.
Chiharu. Юуч биш бололтой. Ой, өнөөг их ч хардаа. Аргач. Доошо, түргэн. Үнийг нь олж ир. Самурайг олох хоф. Нас бусоод. Ямар нэг юм хавгүй. Явтханч. Гэтэ бол хомч. Тэр мун байж таарла. Эн үнэг хэснэг олох ёстой. Олорцн нь өөр байна. Сэрэмстэй. Ямар нэг юм. Ой, өнөөг их ч хардаа. Тэнь твэн! Харах бүй бай! Рубе!
Seren Stebe, ahead of you, but with this full of luck. Tara Uchirna, Samurai. Here, Sat Irne, Champuchi.
腕試しといくぞ。エンダーさん、Where to? Hey, who do you think you're talking to? Han, I'm not going to go. I'm going to go. Let's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  go.
お前はかけがえがない。先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。いい子だ影。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀氏たる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なねぎりで、最後の獣が発るほど雨雲は去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすぎていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。古賀安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。
蹄爪の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。加減はせんぞ。アレッボチチ、ゾクチョクだ。シーサンドラ出して、サムライ。やっべ、ゾクトケレコバイセン。安平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか蒙古と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
しん、小賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？
祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。天ネグンベ。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に紫殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。
それは違う。この場で見極めておる。早い。つかめた。技のみでは俺には勝てぬ。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。